マキタカズヒサは、静岡県八重洲市出身のプロ野球選手。宇藤右打ち。愛称は、マッキー、マキアン。八重洲市立小川中学校から、生成高校に進学。一年次の秋にアンダースローに転校した。甲子園出場はなし。平成国際大学では、エースとなり、二年時には、 大学日本代表として、日米大学野球選手権大会に出場する。大学卒業後は日本通運に入社。2年目の2008年に、日本選手権本大会の1回戦、タイトヨタ自動車戦の試合中に、荒波、ショーのバントの打球を処理しようとして転倒、右足前十字じ帯を断裂し、全治1年の大怪我を負う。 2009年の後半に復帰すると、翌2010年の第65回ジャバ東京スポニチ大会の対明治安田生命戦では7回コールドゲーム参考ながらノーヒットノーランを達成。同年の第81回都市対抗野球大会でも1回戦の対日本新約戦では4アンダカンプ勝ち。同期には中日ドラゴンズの野本慶がいる。 2010年10月28日のプロ野球ドラフト会議で埼玉西部ライオンズから2巡目で指名され契約金7000万円、年俸1300万円で仮契約を結んだ。西部時代2011年は開幕1軍入りし4月15日の福岡ソフトバンクホークス戦でプロ初登板、初先発。7回1、三を1失点の投球を見せたが、 八海一市から死休を与えたところで右手中指に血豆ができたため降板。5月6日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、この年の新人で一番乗りとなる完封でのプロ初勝利を挙げる。しかし高騰しても打線の援護と噛み合わず、なかなか勝ち星がつかないこともあった。交流戦明けになると、中継人のゼフ不調を理由に、クローザーへ。 配置転換され、6月26日の楽天戦で、プロ初セーブを挙げた。その後も、抑えとして安定した投球を続け22セーブを挙げた。7月4日には、オールスターゲームに監督推薦で選出された。これらの活躍が認められ、チームとしては1999年の松坂大介以来となる新人王を受賞した。チームは、 終盤の快進撃で3位となり、クライマックスシリーズ進出を果たした。ファーストステージでは2位の北海道、日本ハムファイターズをストレートの2連勝で退け、ファイナルステージに進出。ファイナルステージでは、第2戦と第3戦に登板したが、第2戦は8回の途中から登板し、松中信彦に試合を決める、満塁本塁打を打たれる。第3戦では、 延長12回表でチームは勝ち越せず、ソフトバンクはアドバンテージの1勝を含めて参照しているため、引き分けがある場合は1位のチームはアドバンテージを含めた参照でも、日本シリーズ進出が決まるため、チームは延長12回表終了で CS 敗退が決まってしまった。そしてその裏に10回に同点適地打を打っている、 長谷川優也にさよなら的自打を打たれ、ストレートの3連敗を喫してしまった。2012年は再び先発としてシーズンを迎えた。9月6日のソフトバンク戦で初の2桁勝利を達成、その後も勝利を重ねてチーム最多となる13勝を挙げた。このシーズン中で一度も出場選手登録を抹消されておらず、西部においては、 中島博之とエステバン・ヘルマンに次ぐ3人目で、投手陣では唯一。オフの12月4日に2013ワールドベースボール、クラシックの日本代表候補選手34人に選出された。2013年2月20日に第3回 WBC 日本代表選手28人に選出された。同大会では、抑えとして活躍。チャイニーズ・戦では、 相手のショーフライをダイビングキャッチしてチームを盛り立てた。シーズンでは開幕後は先発を任され4月23日の千葉ロッテマリーンズ戦で無三振での完封勝利を記録。ライオンズでは1978年の石井、茂雄以来35年ぶりの快挙だった。高騰してもなかなか勝ち星に恵まれず2年連続2桁勝利はならなかったが リーグ3位の防御率を残し、A クラス入りに貢献。オフに、選手会長に就任した。2014年5月に一勝も上げられないなど、勝ち星がなかなか伸びず、夏場も2ヶ月で2勝と苦しんだ。本拠地最終戦となった10月2日の、日本ハム戦で7失点を喫し、プロ入り後最短の2回途中で降板するなど前年と、 比べて打ち込まれる場面も増え、防御率は1点近く悪化した。オフの10月9日に、日米野球2014の日本代表に選出された。第3戦では1イニングを無失点に抑え、日米野球史上初のノーヒットノーラン達成に貢献した。2015年2月16日に、グローバルベースボールマッチ2015侍ジャパン対 欧州代表の日本代表に選出され、3月10日に行われた第一戦において2番手で登板し、2回を投げ飛安打に、し休1、実績点2の成績だった。シーズンでは3月27日のオリックスバファローズとの開幕戦において、先発登板し、自身初めての開幕投手を務めた。8月、抑えを務めていた。 高橋智己の不審により先発から抑えに配置転換され6日の大楽天戦では2点リードの9回に当番無失点に抑えて4年ぶりにセーブを挙げたその後3セーブを挙げたが各春林の不審などにより同月中には再び先発に戻ることが決定的になると27日の対日本ハム戦において7月26日以来に 先発登板し、6回を投げ、無失点で勝利投手になった。オフの10月9日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表最終ロースター28名に選出された。2016年は開幕から中継ぎを担当。勝ちゲームで1回のみ登板する、セットアッパーと先発が早々に崩れた試合で長い回を投げる。 ロングリリーフなど様々な状況で起用され、前半戦終了時点で一軍投手陣トップの6勝を挙げる。救援ファン投票中継ぎ部門で1位を獲得し、2013年以来3度目のオールスターゲームに選出された。右膝痛で6月16日から出場選手登録を抹消されたが、7月18日に一軍復帰。 50試合に登板し7勝25ホールドを挙げ、中継ぎ最多の78に3イニングを投げた。オフの12月20日に第4回 WBC の日本代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。2017年開幕前の3月に選出されていた WBC に参加。 シーズンでは中継ぎとして58試合に登板し3勝28ホールドを挙げた。11月23日にポスティングシステムでのメジャーリーグ挑戦を目指すことを表明。12月11日に球団が容認し、日本野球機構にポスティング申請をした。サンディエゴパドレス時代2018年1月6日にサンディエゴパドレスが2年380万ドルの 契約で獲得を発表した。西部へ支払われる譲渡金は西部側の計らいで当初の設定額の半額となる50万ドルに下げられていた。背番号は西部時代の35がランディ・ジョーンズの永久欠番のため逆さにした53となった。また翌7日にはパドレスで。 球団アドバイザーを務める斉藤隆と同じ、吉本クリエイティブ、エージェンシーとマネジメント契約を結んだことが発表された。米スポーツ専門局、ESPN の球援投手人気ランキングにいて、第6位に選出された。4月11日のコロラドロッキーズ戦に2番手で登板し、3点のリードを守り、メジャー初ホールド。 しかし14試合登板で0勝0敗1ホールド、防御率6.75と、成績が振るわず、5月7日にマイナー降格、参加のトリプル A 級エルパソチワワズへ配属された。5月13日にフィルメイトンの故障者リスト入りに、伴って、最小格。その後も、メジャーとマイナーを行ったり来たりが続いた。最終成績は27試合登板で0勝1敗。 防御率5.40だった。11月2日にメジャー契約40人枠から外された。2019年スプリングトレーニングには招待選手として参加。しかしオープン戦3試合当番で防御率13.50の成績に終わり、3月17日にはマイナーキャンプへ送られることが発表されていた。 AAQ アマリロソッドプードルズで2019年シーズンの開幕を迎えることになった。6月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが出番はなく、翌18日にディエフェとなり、25日にマイナー契約で再び AAQ アマリロへ配属された。7月2日トリプル AQ エルパソと契約する。ロングリリーフとして 5試合を投げて3勝0敗、17、奪三振、防御率1.35の成績を挙げたが、7月24日に、再び AA 級余り路に降格となった。埼玉西武ライオンズと阪神タイガースとの争奪戦を制し、2019年11月26日に東北楽天ゴールデンイーグルスへの入団に合意し、12月11日に入団会見が行われた。 背番号は22。2020年1月23日、フラワー空間デザイナータレントの立木ーと結婚。中継ぎとして、シーズンを通して1軍に帯同し52試合に、登板、2勝2敗2セーブ22ホールド、防御率2.16の好成績を残した。2021年も、中継ぎとして開幕1軍入りを果たしたが、 4月7日の西武戦でシーズン初失点を喫するとその後の3、登板でも2試合で失点し4月18日に登録抹消。2軍調整を経て7月5日に1軍登録となったが、8月21日の日本ハム戦では7点リードの7回裏に、登板し1回3安打に失点。さらに9月4日の西武戦では5点リードの9回表に、 登板するも、一死から栗山匠に2000本安打となるヒットを打たれると、続く3000高に2点本塁打、クレネンはにもヒットを打たれ1イニング持たずに降板。翌5日に、再び登録抹消となった。10月26日、戦力外通告を受けた。地面スレスレの位置から、アンダースローで、放たれる、平均球速約時速128キロメートル。 最速時速1 3 7トルのストレートと、スライダー、カーブ、高速シンカー、チェンジアップを投げ分ける。速い投球テンポで優位に立ち、フォームに強弱をつけることでタイミングをずらすなど、打者を減惑する投球スタイル。握りを変えるなどして、数種類のストレートを投げることを意識しており、スピードガンの数字以上に見せるキレと技術が、 アンダースローの面白いところだという。アンダースローでありながら、クイックもうまく、クイックで、緩急もつけている。所属チーム、代表を問わず、チームの状況に応じて先発、中継ぎ、抑えと幅広い役割をこなす姿から、困った時のマーキタとも称される。登録は右打ちだが、交流戦では、左の方が飛びやすいという理由から、左打席に入ることがあり、 2013年5月15日のヤクルト戦では実際に左打席に入った。高校時代はスイッチヒッターだった。NPBMLB、ありがとうございます。